L08 で、これは演習問題です。これ9月27日ですね。それで、5番ですね。5番の問題は、A が M3K にしましょうか。それで、アルファベータが K で、アルファとベータは違うとしましょう。それで、PQ が、これ3次元ベクトルですけど、次の条件を満たすとします。AAP がアルファ P、AQ がベータ Q ですか。で、P プラス Q が0ですね。で、そしたら何が出るかというと、P と Q が0ですね。で、これ実はそんな大したことなくて、ここ N 次元、N 次方行列で、ここはここ N でも大丈夫です。それで、これ証明、これ示すのが問題です。それで、何やるんだっけ。これ要するに Vα と Vβ の足し算が和が実は直和になるっていうことのになってます。それで どうやんだっけじゃあこれにいいのかな。左から Aβn、 これは N 次元で書きましょう。Βn をどれにかというと、このこれシャープにしようか。これにシャープをかけましょう。そしたらP は何、 P にかけると AP 引く、ゆっくりなんか計算とか。マイナスベータ P ですね。で、これ何かというと、こちらはこれ0ですね。AQ がベータ Q だから、これは A 引くベータ IN の Q が0ですから、0になっちゃいますね。で、これ0ですね。だから P でまとめると A マイナスベータINP が0ですけど、しまった。こう書くよりは、アルファ P ですね、これ。アルファ P マイナスベータ P が0だけど、したがって、これちょっと、これメモね。アルファ引くベータ P が0になります。で、アルファとベータは違いますから、アルファ引くベータ0じゃないんで、から P イコール0が従います。ですから、で、さらにシャープに P イコール0を代入すると、Q が0になります。いいかな。というわけで、これだけです。大したことなくて。